人は水戸の黄門様と呼ぶ。五郎公一行はここ庄内平野に広がる鶴岡へとたどり着いたのである。鶴岡は笹が治める大変な地である。Ah!
事に育てた作物を勝手に独り占めし、かつ金に換えて大儲けをもくろむとは何ともけしからん。厳しき沙汰があると覚悟いたせ。酒井が属した人は言うまでもない。